のいきなり打ち上がらないので最初は説明から入りますのでちゃんとカウントダウンとかありますので大丈夫です。はい、またカウントダウンの際にちょっとお付き合いいただければなと思います。はい、いろいろプライドを捨てて、はい、日本が誇るクラスターロケット H2B ロケット、総重量531トン、高さ 56.6 メートル、最大 16.5 トンまでの物資を搭載可能、世界初の溶接技術を使ったロケットタンクなど、ハイテクノロジーを随所に発揮させた世界でも最高水準の大型ロケットであり、鹿児島県にある種子島宇宙センターの発射地点から打ち上げられます。国際宇宙ステーション ISS や月面への物資輸送など、将来のミッションへの可能性を開く新しいロケットとして注目されています。これから皆様に体験していただくのは H2B ロケット2号機の打ち上げ音響です。打ち上げ地点から3キロメートル離れている観測地点での音響を体験していただくため、花火と同様に音が遅れて聞こえてきます。ロケット打ち上げ時には、打ち上げ地点から3キロメートルは立ち入り禁止区域となるため、この距離はロケット打ち上げを実際に体験できるギリギリの距離となります。それではロケット打ち上げの大音響を体験してみましょう。準備はよろしいでしょうか。ウォーターカーテン賛成開始。The launch deck water curtain starts. Thermal batteries activation. 17, 16. Flight mode on. 13, 12. 全システム準備完了。All systems are ready. 9, 8, 7, 6.メインエンジンスタート。メインエンジンイグニッション。3メートル離れた地点で先ほどの大音響ですので、ロケットに搭載されている人工衛星はとても過酷な音環境にさらされています。この大きさを音響単位で表すと140デシベル以上であり、この値は人間の聴覚範囲を大きく超えています。人間が大きな音により耳を痛めてしまうように、ロケットに搭載されている人工衛星も音により壊れてしまう可能性があります。人工衛星に搭載されたハイテクな宇宙機器はとても精密です。ロケットによる輸送時や宇宙空間で壊れても簡単に修理はできません。そのため人工衛星が打ち上げの時の大音響や振動、また宇宙という過酷な環境に耐えられるかどうか、音響試験や振動試験といった環境試験を何度も繰り返して確認した後、宇宙空間へと向かうのです。2011年初頭 H2B ロケット2号機は宇宙ステーション補給機コウノトリ2号機を搭載して、地上から 400km に浮かぶ国際宇宙ステーション ISS へ向けて飛び立ち、大型物資を輸送する重要なミッションを成功させました。日本の高い技術力と科学が宇宙開発の最先端を支えているのです。
これからも私たちは地球の明るい未来のためにあらゆる可能性へチャレンジしていきます。はい、いかがだったでしょうか。結構素敵な音響体験ができたかなと思います。素敵な音響が伝わったかなと思います。まあ、これだけの爆音どうして出るのかというお話なんですが、例えばロケットの重さ、あちらのミュー5ロケットはだいたい全体質量が140トンぐらいで、 H2B ロケットは紹介の通り、 H2A ロケットは285トン、まあ、約300トンですね。その 90% は燃料の重さとなってきます。これだけ燃料を一気に加熱して燃焼ですね、すみません、燃焼して、まあ、地球の重力を超える、地球の重力を脱出するマッハ23という速度に達すると、時速でだいたい3万キロというレベルになっていきます。対して飛行機が通るときもやっぱり音はうるさいんですけど、あれは時速1000キロメートルぐらい、まあ、物にも当然よるんですけども、だいたい平均それぐらいですので、まあ、音の違いというか、JR 相模、大丈夫相模原駅で打ち上がった際にはこのように音が聞こえるということが分かります。ちなみにその音響レベルというのをちょっと測っていただいたらどれぐらいでしたか。値言ってくれれば